い、どうもやってまいりました2122シーズン、イエーイ、始まりましたね。おめでとうございます。あ、どうも、こうです。どうもです。だからね、ちょっと雪遊びしていこうかなと思って。雪ないけどね。ないか、うん、ないか、残念。大丈夫、サングラス曇ってない、わかる？あ、曇ってるね。曇ってる。まあ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 、マスク大事だね。そうですね、はい。まあね、シーズン一発目の動画に多分これなると思うんですけど、まあ一番最初なんでね、ちょっと体もまだ慣れてないし、ちょっとゆっくり走っていったらあかんな。走るのか走る動画絶対重要ないし、ないな、まあ、ゆっくりちょっと滑りながら、まあ軽く YouTube 撮っていこうかなって感じでね、はい、今回しております。はい、はい、じゃあまあとりあえずね、ちょっとコースもまだ狭いし、狭いだろうね、まだ見てないから分からんけど、まだ滑ってないですけど、狭いし、まあ人も多いし、多いだろうね。まあグラトにね、そんな派手なことできるか分からないですけどね。まあ体慣らしだね。そう、アップやと思ってもう滑れるだけね、ありがたいし、そうですね、うん、感謝しながらね、周りにちょっと気使いながら、はい、まあ、自分気してても、気使ってても誰かが突っ込んでくる可能性もあるんでね、あるね、周り気をつけながら怪我なく、ちょっとね、今日は一日滑っていこうかなと思います。はい、まずはね、このまま滑らないです、俺は。絶対に朝一体を動かします。あ、準備運動ね。準備運動、まあこれ皆さんやってください。パフォーマンスアップするためには、うん、とりあえずね、体温めて、体動かす、動けるようにしっかりとね、ウォーミングアップしてください。はい、はい、ということでね、まあおすすめなのは動的ストレッチです。体動かしながら、ストレッチするって感じですね。やった後滑ります。はい、はい、まあストレッチちょっとじゃあやっておきますんで。イエティ、はい、見て細いね、こんな感じ。ちょっとしかも雨やし、やばいな、うん、まあ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 、ちょっと軽くね、40% ぐらいの 40% 出力で滑ろうか。はい、よし、ちょっとじゃあ滑っていきましょう。はい、センス、プルトニウムセンス、はい、ユニオンのトラーターで、D ラックスのエパイア、これ滑ります。はい、はい、行きます。今一人少ないんでね、まだね、チャンスだね。周りに気をつけながら行きます。
惨やったな。悲惨だったね。人多いからね。うん。やっぱりいつも以上の動きができやんし、シーズンインやからな。まあまあまあ。まあこんなもんか。まあシーズンインからね、ぶっ飛ばしても怪我するだけやし、事故するだけやから。でも今の一本はさ、究極に調子悪かったよ。まあさっきまでの方が良かった。間違った確かに。ちょっと人も多かったんでね。タイミング悪かったね。そう、ノーリーとかももっと打ちたかったけど、まあ危ないから、うん、そんなになんか無理に打つことでもないかなと。そうだね、うん、思うんでね。まあでもやっぱ楽しいね。うん、楽しいよ。いいですね。いいよ。これが2122シーズンの始まりですよ。雨いや雨はだるいな、ちょっとな。ちょっとね、小雨やけどだいぶ降ってきたわ。結構降ってる。うん、皆さんね、ちょっとこんな感じの リフトじゃねえよゲレンデ状況なので本当に気をつけてくださいね。うん、マジで危ないから。しかもやってたらね、やっぱ気使っちゃうわ、後ろの人とか。まあそらな、まあスピード速いからあんまりなんか追いついてこられることはまあまあ。でも前に追いついちゃう。前に追いついちゃうな。周りのこと気にしながら滑るって難しいですね。難しいね。ああ、それでね、無理やりやってなんかガッシャーとかやってもうてもな、うん、どうもならんからな。まあコース広がるまでは、そうそうそう、もう慣らし運転ということで、うん、ちょうどいいんじゃない。うん、もうほんまにさ、アップみたいな感じよな。そうだね。なんか家で行ったらなんか日本の各地から集まって、うん、まあ喋るだけでも面白いしね。うん、まあそうだね。そういうのを楽しむ期間としてでも、うん、ええと思う。うん、まあまあこれでちょっと一旦お昼行きましょうか。そうですね、雨降っていたんでね、退散しましょう。はい、まあとりあえずこんな感じでさらっとあげます。ちゃんとね、したらまたなんか動画ハウスとかはちょっとコースが広がって、うん、人も少ない平日に、そうだね、やろうと思ってますんで、ぜひちょっと見てください。はーい、はい、まあこんな感じや。はい、こんな感じや。うん、一旦おシーズン一発目、はい、多分これで終わるかな。はい、最終的に、うんうん、終わります。はい、リスン見てくれたみんな、ほんまにありがとう。インスタグラムもねやってるんでね、 K0OO 後期までフォローとチャンネル登録してない方はぜひね、ほんまにお願いします。